モロッコインゲンを茹でるな。この動画では食材の美味しくなる使い方を紹介しております。ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。7月から9月に旬を迎えるモロッコインゲン、サヤインゲンとの違いは平べったく長い、甘みがある、筋が気にならないところではないでしょうか。シャキシャキ食感でありながら見た目よりも柔らかく、マイルドな味わいからどんな味付けにも合わせやすい食材です。ただ残念ポイントはどう調理したらよいかわからない。今回はモロッコインゲンの下処理の方法と美味しい食べ方を紹介いたします。それでは参ります。モロッコインゲンの下処理の方法です。モロッコインゲンは生で食べることができますが、下処理をすることでメリットがあります。それは味が染み込みやすくなります。甘みが増します。食べやすくなります。モロッコインゲンを水洗いします。フライパンに入れます。水を大さじ2加えます。蓋をします。中火にしてください。沸騰するまで2、3分待ちます。沸騰したら塩を一つまみ振ります。弱火にして再び蓋をします。1分が経ったら出来上がりです。ざるにあげ粗熱を取ります。水にはつけません。水っぽくなるのを防ぎます。粗熱が取れました。ヘタを切り落とします。これで下処理の完成です。今回はこの下処理をしたモロッコインゲンを使って作っていきます。一つ目はモロッコインゲンのごま和えです。材料の紹介です。下処理済みのモロッコインゲン2本、すりごま大さじ1、醤油小さじ1、砂糖小さじ1です。モロッコインゲンを斜め切りにします。ボウルにすりごま大さじ1、すりごまがない場合はポリ袋にごまを入れて硬いもので潰したり手で潰します。これで香りのいいすりごまの出来上がりです。醤油小さじ1、砂糖小さじ1、混ぜ合わせます。ここにモロッコインゲンを加えて混ぜ合わせます。これで出来上がりです。続いてモロッコインゲンのおひたしです。材料です。下処理済みのモロッコインゲン2本、めんつゆ大さじ1、水大さじ1、すりごま大さじ1。モロッコインゲンを斜め切りにします。ボウルにめんつゆ大さじ1、水大さじ1、すりごま大さじ1を混ぜ合わせます。モロッコインゲンを加えます。10分ほど漬けます。これで出来上がりです。モロッコインゲンの卵炒め、材料です。下処理済みのモロッコインゲン3本、卵1個、塩コショウ少々、和風顆粒だし一つまみ。モロッコインゲンを斜め切りにします。ボウルに卵を割り入れます。和風顆粒だしを入れて混ぜ合わせます。フライパンに油を熱します。油が温まったら卵を流し入れます。卵に少し火が通ってきたら
モロッコインゲンを加えます。全体をさっと絡めれば出来上がりです。器に盛り、胡椒を振ってお召し上がりください。4つ目はモロッコインゲンご飯です。材料は下処理済みのモロッコインゲン2本、ご飯お茶碗1杯分、和風顆粒だし小さじ1/2、白すりごま1つまみです。下処理をしたモロッコインゲン斜め切りにします。ボウルに温かいご飯を入れます。モロッコインゲン、和風顆粒だし小さじ1/2入れて混ぜ合わせます。白ごまを一つまみ。これで出来上がりです。ぜひ美味しいモロッコインゲンをお楽しみください。本日は以上です。最後までご視聴いただきましてありがとうございます。チャンネル登録、高評価よろしくお願いいたします。